皆さんこんにちは。狭いサイドスペースを一瞬で突破し、相手陣内の奥深くまで切り込んでいった攻撃的サイドバック。 100m を10秒台で駆け抜けるという疾風怒涛の走力で、風小僧と呼ばれたのロベルト・カルロス。今回はそんなロベルト・カルロスの数々の伝説を経歴とともにご紹介していきます。ロベルト・カルロスは1973年4月10日サンパウロ州の内陸部にあるガルサという小さな村で生まれました。幼少期からコーヒー農園で働く両親を手伝い、十数キロ離れた学校には走って通っていたといいます。家計を助けるため学校を辞め、13歳の頃から繊維工場で働き始め、そんな彼の唯一の楽しみは仕事終わりに仲間たちとするサッカーでした。工場で単調な流れ作業を繰り返す毎日に、徐々にサッカー選手になりたいという思いを募らせていきます。そんなある日、ロベルトのプレーが地域の対抗戦で地元クラブのスカウトの目に留まります。そしてすぐに入団が決まり、左サイドバックのポジションを与えられると、持ち味の走力とキック力が注目されるようになりました。しかし生活の苦しさから、午前中は仕事、午後は練習という生活が続き、それを見かねたクラブの部長が、お前は才能がある、サッカーに専念しろと助言。父親には、息子さんはプロでも大丈夫だと納得させ、ロベルトのサッカー人生が動き始めました。15歳の時スカウトされてウニオン・サンジョアンに移籍。89年にはサンパウロ州のクラブユース大会に出場し、準優勝したチームの主力として活躍します。90年にはアンダー20ブラジル代表に選ばれ、南米ユース選手権優勝に貢献。91年にはポルトガルで開催されたワールドユース選手権に出場し、決勝ではルイス・フィーゴ、ルイ・コスタを擁する地元ポルトガルに PK 戦で敗れるも、ロベルトは大会優秀選手に選ばれました。そして92年にプロデビューを果たすと、まだクラブでの実績がないのにもかかわらず、パレーラ監督に呼ばれて19歳でフル代表に招集。2月26日の親善試合アメリカ戦でセレソンとしての初キャップを刻みます。93年にはサンパウロの名門パルメイラスと契約。ジーニョ、エバイール、ジャウミーニャ、エジムンド、マウロシルバとスター選手が揃う中でレギュラーの座をつかみ、サンパウロ選手権とブラジル全国選手権の連覇に貢献します。94年にはワールドカップアメリカ大会のメンバー候補に名前が挙がりますが、21歳と経験の浅さを危惧され、パレーラ監督には選ばれませんでした。それでも大会終了後には代表の左サイドバックに定着。95年6月に出場したアンブロカップでは、日本戦の開始7分に代表初ゴールを挙げています。95年7月のコパアメリカでは、持ち前の快速と運動量でブラジルの準優勝に大きく貢献しました。その活躍は欧州にも鳴り響き、大会終了後には巨額のトレードマネーが動いて、95年の夏にイタリアの名門インテル・ミラノへ移籍します。インテルのデビュー戦でいきなりフリーキックを叩き込むなど、開幕から5試合5ゴールと好スタートを切ったかに思えましたが、天職である攻撃的サイドバックの役割を与えられず、不本意なシーズンを送ることとなります。彼に与えられたのは攻撃力を生かした左ウィングのポジションですが、慣れないポジションとイタリアの守備的戦術にロベカルのフラストレーションはたまる一方でした。シーズン終了後、インテルのモラッテ会長に移籍を直訴すると、その情報を耳にしたレアル・マドリードのカペット監督から早速獲得のオファーが舞い込み、24時間後にはスペインへの移籍が決まりました。ロベカルの他にもミヤトビッチ、シュケル、セイドルフなど大型補強を行ったレアルは、96、97シーズンに圧倒的強さを見せてリーガ・エスパニョーラを制覇。守備に攻撃にと左サイドを鬼人のごとく駆け抜けるロベカルの姿は、サンチャゴ・ベルナベウに詰めかけたファンの心をつかみました。97、98シーズン、レアルはリーグ連覇を逃すも、チャンピオンズリーグの決勝でユベントスを1-0と破って、32年ぶりの欧州制覇を達成します。ミヤトビッチ66分の決勝点は、ロベカルのセンタリングから生まれたものでした。さらにこの年の12月にはトヨタカップでブラジルのバスコ・ダ・ガマと対戦。前半の25分にロベカルの放った強烈なクロスが相手選手の頭に当たりオウンゴール。後半56分に追いつかれるも、
終盤の83分にラウルが決勝弾を決め、レアルが2度目のクラブ世界一に輝きました。97年の6月にはフランスワールドカップのプレ大会となるトゥルノワ・ド・フランスに出場。そのフランス戦では壁の右を大きく抜けたボールが信じられない曲線を描いてゴールに飛び込むという驚異的なフリーキックを披露。時速145超える破壊的なキックは狂気の弾丸と呼ばれるようになりました。その直後にはボリビアで開催されたコパアメリカに出場。ロマーリオ、ロナウドのローコンビを擁したブラジルは圧倒的な強さで勝ち抜き、決勝で地元ボリビアを3-1と下して5度目の優勝を果たしました。わずか2年でいくつものビッグタイトルを手にしたロベカルは世界最高の左サイドバックの称号を得ます。98年6月ワールドカップフランス大会に出場。ブラジルはグループステージを1位で勝ち抜き、トーナメント1回戦ではサモラのサラスのザサコンビを擁するチリを4-1と一蹴。準々決勝ではデンマークと戦いました。試合は開始2分に先制されますが、ベベットとリバウドのゴールで逆転、前半を2-1のリードで折り返します。ですが後半開始の50分、ロベカルがオーバーヘッドでのクリアをミスし、ラウドルップの同点弾を許してしまいましたが、その5分後にリバウドの勝ち越し点が生まれ、3-2の勝利で事なきを得ました。準決勝ではオランダを PK 戦で下し、ブラジルが2大会連続の決勝へ進出。しかしフランスとの決勝戦を迎えた日の朝、ロベカルと同室だったロナウドが発作を起こして昏倒してしまいます。ロベカルがすぐに助けを求め緊急入院したロナウドでしたが、試合直前にチームへ戻り強行出場。浮き足だったブラジルは集中力を欠いてしまい、ブラジルは0-3の完敗。2大会連続5度目の栄冠とはなりませんでした。それでもロベカルは優勝したフランスのデサイ、チュラムに並ぶ大会ベストディフェンダーに選ばれています。クラブの方は98-99シーズンのレアルはタイトル無冠に終わりますが、99-00シーズンは決勝でバレンシアを3-0と圧倒して2期ぶりの欧州制覇、00-01シーズンは4期ぶりのリーグ優勝を果たします。99年には3度目のコパアメリカに出場し、ブラジルの連覇に貢献しています。00年にフロレンティーノ・ペレスがレアル・マドリードの新会長に選ばれると、クラブはスター選手獲得による事業収益拡大化方針を打ち出します。00年にはフィーゴ、01年にジダン、02年にロナウド、03年にベッカムと毎年のように大物選手が加入。ロベカルは生え抜きのラウルと共にギャラクティコ、銀河系と呼ばれる軍団の一員となります。01-02シーズンチャンピオンズリーグ決勝のレバークーゼン戦では、ロベカルの高いクロスからジダンが伝説のボレー弾2-1の勝利に貢献し、自身3度目となる欧州クラブ王座のタイトルを手にします。トヨタカップもオリンピアを2-0と下して2度目の制覇。29歳となるロベカルはキャリアのピークを迎えていました。02年6月ワールドカップ日韓大会に出場。初戦のトルコを2-1と退けた後の第2戦、ブラジルは初出場の中国と対戦します。前半の15分、ブラジルはゴール右25メートルにフリーキックのチャンスを獲得。セットされたボールのそばに立ったのはロベカル、リバウド、ロナウジーニョの3人。ロナウジーニョが蹴るような仕草で注意をそらすと、ロベカルが細かいステップから左足を一閃、うなるような弾丸ライナーがゴールネットに突き刺さりました。このあとリバウド、ロナウジーニョ、ロナウドもゴールを決め、 4R の揃い踏みで 4-0 の圧勝を収めます。最終節のコスタリカ戦はロベカルを温存、5-2と勝利し、全勝で決勝トーナメントに勝ち上がりました。トーナメント1回戦はベルギーを2-0と撃破。準々決勝はベッカム擁するイングランドを2-1と下し、準決勝はグループステージでも対戦したトルコに1-0の勝利。ブラジルは3大会連続の決勝へ進みます。決勝はワールドカップ初となるドイツとの決戦。前半はドイツの守護神オリバー・カーンが攻守でブラジルの猛攻を防ぎますが、後半67分にロナウドが先制点、79分にもロナウドが追加点を決めて2-0と勝利し、
前大会の雪辱を果たして5度目の栄冠に輝き、こうしてロベカルは全てのビッグタイトルを手中にしました。06年のワールドカップドイツ大会にも左サイドバックのレギュラーとして出場。3戦全勝で勝ち上がったトーナメントの1回戦はガーナに 3-0 と余裕の勝利。準々決勝ではフランスと戦いました。フランスは大会限りの引退を表明していたジダンが全盛期を思わせる活躍。54分にジダンのフリーキックからアンリの決勝ゴールを許し、0-1と敗れたブラジルは準々決勝敗退となります。アンリにマークを剥がされ決勝点を許してしまったロベカルは自分のの限界を悟り、33歳で代表からの引退を表明。15年の代表歴で125試合に出場、11ゴールの記録を残しました。レアル・マドリードには07年まで在籍、11シーズンを過ごしたレアルでは公式戦512試合に出場、67ゴールを挙げています。この後トルコのフェネルバッチェ、ブラジルのコリンチャンスを経てロシアのアンジマハチカラでのプレーを最後とし、12年8月に39歳で現役を引退します。引退後は指導者の道に進み、トルコやインドのクラブで監督を務め、現在は古巣レアル・マドリードのアンバサダーに任じられ、フットサルイベントのエキシビションプレイヤーとしても活躍しています。いかがでしたか？今回はロベルト・カルロスの数々の伝説を経歴とともにご紹介していきました。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いいたします。それではまた。